銀河英雄伝説銀河英雄伝説の登場人物銀河英雄伝説の登場人物銀河帝国カールロベルト・シュタイン・メッツカールロベルト・シュタイン・メッツは田中良樹の SF 小説銀河英雄伝説の登場人物銀河帝国側の主要人物作中での故障はシュタイン・メッツローエングラム陣営の主要帝督の一人一流の傭兵家 憔悴と評価され、飛骨に満ちた軍人。主要帝督らの中では年長者に属し、初代ブリュンヒルトの艦長として、本編開始以前から直接ラインハルトと関係があった人物で、彼からの信頼が厚い一人であるが、他の提督に比べ登場回数は少ない。本編での初登場は、連年カンアイゼナッハと共に遅く、第8時。 ヒゼルローン攻防戦におけるワープ実験で名前のみ登場し、本格的な登場は第一次ラグナロック作戦中のライガールトリプラ領星域の海戦。ただし、本編での時系列上は、リップシュタット戦役後に、ラインハルト期間に入ったとされ、OVA 版では、この設定と外伝での設定を受けて、リップシュタット戦役途中から登場する。 物語全体の時系列上の初登場は、第四次ティアマト海戦である。また、草原 SF 文庫の登場人物説明では、第八巻での死亡後の第九巻で初めて名前が登場する。正確な軍歴は不明ながら、古くから辺境防備の任に努め部軍を立てていたが、門閥貴族ではなかったために中将止まりだった、と本編では説明される。 第四次ティアマト海戦において、ラインハルトの上官ブリュンヒルトの初代艦長に任命され、作中に登場する。当時は大佐。この戦闘中、艦長の職分を犯す行為をしたラインハルトを物をじせず還元したことで、彼やキルヒアイスから一目置かれる。本編開始となるアスターテ海戦では、反、ラインハルト派の思惑によって、 他のラインハルトの子外の部からと同様に移動となり、再び返境生域勤務に飛ばされていた。ディップシュタット戦役において担当していた返境地域を提供することで、ラインハルトの減水符に登用される。これは原作と OVA 版で経緯や描写がやや異なり、原作では戦役後に担当地域を差し出したと記載される。OVA 版においては戦役中に 変境地域の平定を担当していたキルヒアイスに、自らの担当地域を平定して、中上タイグルで合流したことになっている。また、この際に、自身が聞いた噂としてラインハルトが、ベスターラント核攻撃を黙認したという疑念を、キルヒアイスに伝える。ディップスタット戦役後に主要帝都クラの一括昇進が行われたが、この時は本編に名前も未登場であったため、この中に、 シュタインベッツも昇進したかの明示的な記載はない。ただし、本編初登場となる第8次、イゼルローン攻防戦におけるワープ実験では、ワーレンやメックリンガーラ大将となった主要帝都クラと同格で名前が記載されており、原作、OVA どもにこの後に、肩書きが登場するときにはすでに大将となっている。帝国歴490年の第1次、 ラグナロック作戦において、第四陣で一個艦隊を指揮する。同年三月一日のラインガールトリプラ両星域の海戦において、ヤン艦隊と戦い、傭兵合赦であるがゆえに、彼の罠にはまり、艦艇八割喪失の大敗北を喫する。ただし、本来ならなす術もなく戦死、全滅必死のところを、ブラックホールを利用したスイングバイ広報で最低限の損害にまで、 抑え込んでおり、OVA 版ではヤンから面白い手だと、感心されている。新帝国歴1年のローエングラム王朝成立後、帝国領となった、ガンダルバホシー方面司令官となり、惑星、ウルバシーに駐屯する。7月のヤン逮捕に始まる連年カプラチといった、諸問題については、当時同盟内に配属されていた、ローエングラム長の最高幹部として、 即座に高等弁務官の代行に任命され、同盟政府やヤンダと交渉し、連年官府の遺体返還などの任に当たる。この時、直接同盟政府の責任を追求するために、ハイネセンへを赴こうとし、連年官府と同様に誘拐されることを恐れた部下のクルーゼンシュテルンに対し、自らをハイネセンごと吹き飛ばせば、それで済むと答えたというエピソードが後に明かされる。 新帝国歴2年2月のハイネセンの制圧は主力としてこれを行いレベロの葬儀委員長を務める。新帝国歴2年の3月19日にロイ・エンタールが統水本部総長から旧同盟領の新領土帝徳へ栄転する内事が宣告された際、皇帝直轄となる統水本部を補佐する役職として大本営幕僚総監の新設が発表され、 その初代に任命される。新帝国歴2年、回廊の戦いにおいて、本体を構成する一個艦隊の司令として参加する。同年5月6日、ラインハルトの機関を吸収しようとした、ヤン艦隊とメルカッツ艦隊に対して、防御陣を敷いて優先するが、上官が集中砲火を浴びて戦死する。爆涼総艦職は、直後にヒルダが暫定で引き継ぐ。 戦死直後に特進で元帥となる。加えて、戦役後に新設されたジークフリード・キルヒアイス、武勲賞にファーレン・ハイトと共に授与される。また、さらに彼と、この時点で亡くなっていた他の二人の元帥にちなんで、新用祭・三元帥の城に名を残す。本編への直接の登場は少なく、容姿や年齢に関する描写は全くない。しかし、 作中では敗北した戦闘も含めて一貫して、一流の傭兵か、憔悴と評価され、メックリンガーの回顧録では、ファーレン・ハイトと共に、勇敢さと、有能さにおいて、苦情のつけようもない軍人と記述され、さらに戦術の初代ブリュンヒルと艦長時のエピソードを引用され、ことに、忠誠心と、卑屈さとの区別を厳然とわきまいていたと称えられる。また、 同盟領に駐屯している時も、軍律に厳しく、同盟に対する配慮も怠らなかったとある。ヒルダに代わって、大本営幕僚総監に任命された県など、ラインハルトからも他の諸帝徳らと共に高く評価、されていた。作中ではしばしば、連年官府と比較される。ライガールトリプラ領星域の海戦において、当事者である二人のどちらかに、 ラインハルトが敗戦の責任を負わせようとした時には、連年カンプが選ばれている。また、連年カンプが、ヤンの容姿を見て、プライドを痛く傷つけられ後に暴挙に走ったのと、対照的に、シュタイン・メッツは、第一印象こそ、連年カンプと同じく、俺はあいつに負けたのかと無然として呟いたが、すぐに人を外見で測る愚かさを反省したとある。戦術の通り、 戦闘も含め直接の登場は少ないが、その数少ないエピソードも、上記の通り軍人としての気骨に満ちたもので、溢れており、憲法や連年官府と異なって、シュタイン・メッツに対する批判的な記述や描写も作中にはない。私生活では独身だったものの、グレーチェン・フォン・エアフルトという女性と5年にわたり、内縁関係にあったことが死後に明かされる。内縁にめたのは、 ラインハルトが結婚していないことをはばかったためで、シュトライトがラインハルトに結婚を進言するきっかけとなる。ありがとうございます。